おいす六歳さんです。ということで本日もこちら Life is Strange True Colors エピソード1 2回目をお届けしたいと思います。前回はですね、アレックスが、ヘイブンについて、で、いろんなお店巡りをしていくとこ、で、最後はレコード店でね、猫ちゃんをどかすためにおもちゃ探しをしたりなんかしてね、で、なんやかんやって兄と合流して、次のシーンへっていうところで終わってると思います。で、2回目以降はね、本当このゲームの魅力にどっぷりとこう引き込まれていく6歳さんの様子が描かれてると思うので、ぜひその辺をね中心にお楽しみいただければと思います。あとはやっぱり初見プレイからぶっ通しでやってるので、まだねこうキャラの会話と会話の間に喋ってしまったりだとか、人間関係をうまく把握できてなかったりとか、そういった6歳クオリティの下り部分も含んではいるんですけど、その辺本当初見プレイの生々しさを伝えたいということでね、最後にも言ってると思うんですけど、そのまま、使っていこうと思います。ちょっと編集中テロップ入れたりとかしてね。あと今回はなんかミニゲームとかね、そういったものが発生したり、本当にこのゲームのその雰囲気の革新的な部分でね、6歳心打たれるシーンなんかもあったりするので、ぜひその辺を、ちょっと期待していただきながらご覧になっていただければなと思います。それでは Life is Strange True Colors エピソード1シャープ2行ってみたいと思います。どうぞ。さ、次はどこにいるの兄ちゃん。イーサンだ。いいか。あ、イーサン。いいよ、行こう。うん、行こう。え、イーサンのところに。ああ、そうだよね。面白そうなの読んでるな。まあね。来週末はラープだな。うん、だね。ラープ。いいか、デンバーは遠いからな、覚悟しておけ。ステーフも一緒の車で行くの。いや、あいつは準備があるから別行動だな。帰るとこか。仕事終わるまでブラックランタンにいろってお母さんが。でもできれば今日はうちにいたいんだけど、いいかな。ん？鉱山には行かないの？ああ、いいぞ。でも宿題はちゃんとやっとけよ。わかったな。わかった、じゃあね。またね、イーサン。パパみたいなことも意外とできるんだ。パパだって？おいおい、何言ってんだ。パパっていうよりむしろ優しい兄貴だろ。いやー、ちょっと年の差がなんか、お父さんに見えますよ。何でも話してくれるしな。鉱山に行く話はしなかったけどね。そうだそうだそうだよ。話したらイーサンを裏切ることになっちゃうかもしれないけど、どうしよう、話した方がいいかな。いや、秘密を守ろう。これは軽々と話しちゃいけないよ。こっちかな。どうした。いや別に、なんか漫画に出てくる名コンビみたいだなって思って。だろ、やっぱりそう見えるよな。お母さんとの、なんだ今そのコントローラーがバイブレーションした。関係以外は俺が描いてる漫画じゃ普通だけどな。え、みんな漫画描いてんの？ん？そろそろ行くか。うん。いやでも、いかったんかな今の選択肢。イーサンが鉱山行くの黙ってて危ないよね。もう一回あのビラ見せてや、警告の。4月28日だっていうのが分かったから。夜9時だよね。鉱山の街って聞いてたけど、イメージと全然違うね。そこら中作業員だらけかと思ってた。確かに鉱山の街には見えないね。まあね。すごいおしゃれじゃん。ここでは何を撮ってるの？昔は銀だった。今は？ウランだ。ダイナマイトで山に穴を開けて掘り出すんだよ。へえ。今夜も爆発が聞こえるはずだぞ。すげえ音するし。そうなんだ。アレックス、ジェド、妹を紹介するよ。俺の親友のジェドだ。みんな親友なんだ。まったくこいつは相変わらずだな。ちゃんとボスと言え。何、上司？バーのオーナーですね。あ、ここオーナーさん。12年ほどな。どうもジェドさん、よろしくな。いろいろ聞いてるよ。え、もうお前伝説だぜ。マジか。ほらばかりだなこいつは。最近ずっとお前さんの話ばかりしてたぞ。あー、いいっすね、妹思いの兄ちゃん。
自慢の妹だしね。自慢の妹だし話したくなるよね。わかるよ。気に入った。よかった、気に入ってもらえて。それはどうも。部屋に連れてくよ。頼んだぞ。俺はエレノアと祭りの件で打ち合わせがあるからな。祭りのことを聞いたか？少しだけ。後で話すよ。ジェドがいると長引くしな。ああ、パン祭りの件かい？それじゃあ手短に伝えてやろう。シール集めろと。楽しいぞ。あ、マジで？そいつは楽しみだ。そういえば、気をつけろ。またマックがお前を探してたぞ。聞いたよ。知ってたか。ならいい。すまんな。マックって誰？まだ会ってないよね。さあ、もう時間だ。また後で。気をつけろ。どうも。因縁の中とかかな。で、お祭りして人は集まるの？お前の想像以上はな。嘘だね。やばい儀式とかやってそうだし。さてどうかな。真顔で言うな、そういうこと。うわ、素敵だな、本当に。ブラックランタン来た。バーブラックランタン。うわー、ちょっと見て、あの左の方に水、水辺が近いんだよ。おしゃれー。あ、部屋か。店通り越して部屋まで来ました。ここに寝泊まりしていいのかな。ボーツ。すごいな。ボート乗り場もあんだ。すごいわ。いい部屋じゃない。チェストボックス置いてあるよ、あっこに。広すぎじゃない？確かに。広くて当然だろ。しょぼすぎじゃないと言い直す。違う、もっと小さいと思ってた。いい部屋って聞いてたから、もっとこじんまりした感じを想像してたんだけど。悪かったな。城みたいで。そうですね。でも本当、普通にびっくりした。で、この部屋な。お前にやるよ。マジで？俺は彼女と住んでるから。いいの？すごい嬉しい。すごい嬉しい。うん。こんなの、お礼できないよ。そうだよ。別にいいよ。もしどうしてもって言うんなら。感謝の印に俺の名前をつけてもいいんだぜ。お前の子供にな。それは断る。はいはい。すごいね。またそんなジロジロ見てどうしたの？思った今。その、大人になったなってさ。8年だぜ。俺への感想は？ヒゲ伸びたな。ヒゲ伸びたなって言ったけど、ヒゲは予想外って出てきた。ヒゲは予想外。ヒゲ生やしてるとは思わなかったな。知らないのか？コロラドに来るとな、立派なヒゲが生えてきて、ビールに詳しくなるんだぜ。あとスバル。車のメーカー？私もそうなるの？おう、それがコロラドに。お前が受け入れられたって証だ。へえ、まあいいや。いいものがあるんだ。レコードかい？なんだ？ちょっと意地悪あげる。これ、頼んでたアルバムじゃん。はいはい、知ってるよ。お前のためだったのに。でも私が先に買っちゃったもんね。そうだよね。あ、いいねいいね。上がるね。こんな広い部屋だったらノリノリになって問題ないけどさ。できそうだよね。信じらんねえ。昔みたいだな。まさか。やめて。何？いや。
無理だ。何すんの何すんの、何なのそれ、何なのそれ、さすがにズレすぎでしょ。何そのアクション、え、何それ、ダンス。いいね、でもこういうの楽しくてね。おるの、まさか、あ、びっくりした、まさかこれでエアギターをしろと。ほら、お手本を見せる。いいな、かましてやれ、コック。さあ、来ました、アレックスのギターソロ。一応ドラムなんだそれ。うわー楽しそう。ブロックサイもね、妹が2人いるんですよ。妹2人は仲いいんだけどね、ブロックサイと妹2人は仲悪くはないけど、こんななんかノリで一緒に楽しむことはないですね。羨ましいです。まあ妹2人だからね、女同士で仲良くなるんですよ。ああそれは怒られるわな。てか誰がいるの、オーナー。出てくる。誰だ、誰、お前か、マック。なんかどうした、敵むき出しだね。なんだろう、うん、ライリーの感情読み取れ。お前ら隠れてこそこそ会ってただろ。それはめちゃめちゃ赤い、やばい。てっきりあいつはやってんのかと思ったぜ。おい、誤解だって言ってるだろ。俺を騙せるとでも思ってるのか。ダメ、今は絶対にダメ、抑えないと。え、どうなの、え、なんか出るの。落ち着けって、ライリーに聞けばすぐにわかる。いいから、やばいやばいやばい。ん、なんだ、え、お、ボディーブローからの、やめろ。え、なになになに、ど、口切れたらなんかなんの、私の女に、兄さんに手を出すな、手を出すな。左スティックだって、お、強っ、マジか。あ、じ、あ、感情が抑えられる、え、ちょ、待って待って待って、もう行って、もう行って、もう行って、死んじゃう死んじゃう死んじゃう、やりすぎやりすぎやり、アレックスやめろ、おいやめろ、ちょっと待って、兄ちゃんもなんでって顔してるやん、兄ちゃん。その、あ、ごめん、あ、よかった、落ち着いた。うわ、すごい、もう拳に血だらけやん。大丈夫、マック、ポテト L でお願いします。こいつイカれてるぞ。お前らマジで何なんだよ。うわー、来て早々初日にこれはちょっとまずいかもね。気にすんなって言いながら一人になりたい兄貴、そして一人にされた妹、手は血だらけ。何、相手の負の感情が入ってきすぎちゃうと切れちゃうわけ。待って、アレックス、いいんだ、仕事に行ってくる。そうだね、まあ、いろいろちょっと話さなきゃいけないことがある状況だよね今ね。すごい複雑、もう6歳ね、こう複雑な感情のまま時が過ぎるのがすごい辛い、苦手なのね。まあみんなもそうだと思うけど、気になって気になってしゃあない、早く解決したくてしゃあないね。だから彼女とかと喧嘩したらもう2秒で謝りたいっていうか仲直りしたいタイプだから、その沈黙とか苦手なのね、ほんと。わかるわ。いやでも引き込まれるなこれ、何気に綺麗。辛いよね、でもね。大丈夫。泣いてんじゃん。
絶対大丈夫。大丈夫。はあ。ここもムービーですね。6歳がなんかしてるわけじゃないので。荷物を出しておこう。ああって言ってたら来た。ライアン、あ、ライアンから電話。いや、アレックス・ライアンだ。あ、いや、アレックス・ライアンだ。レコード屋で会えてよかった。また今度いろいろと話そう。私も会えてよかった。また話そうねと。やること、二ほどきをするって書いてあるね。思い出っていうのができた。今、まだ何もないね。これ増えてる？このびっくりマークが増えたやつだな。ゲイブチェンのところなんか、びっくりマークついてるけど。ん？あ、見てないからびっくりマークついたのかな。ちょっと待って、マックとかなんか載せてないの。マックあいつ気になるわ。マックのスレはなさそうですね。引き出し。いやー、プレイヤーはこの子としてこれからドラマを私の名前プレイしていくわけですけど、すごいもう序盤からもう6歳気になってしゃあない。これぐいぐい進めちゃうやつだ。兄さん、こんなに私を探してたんだ。あ、探してたんだ。アニータとエドワルドにもいい人たちだったな。私を探すためにここまでしてくれたんだ。ちょっと待って、じゃあ読むで見ていこう。2019年1月19日、22時14分、オレゴン州福祉局児童福祉事務所マルトノーマ郡ロレッタ・バンス児童保護福祉プログラムマネージャー、電話番号、オレゴン州ポートランド、所在地は教えてくれなかった。プログラムディレクターのエイミーに電話してみる。アレックスがいるのはポートランドの養護施設。そしてなんかチェック、消してあって、ヘルピングハンズグループホーム、そこがいた場所かな。宛先ゲイブチェーン、差出人あれアニータ・モーラレス、件名リ妹を探しています。受信日2018年11月20日。ずっと兄貴探してたんだね。ゲイブへメールありがとう。エドワルドと共に、エドワルドと一緒に嬉しく読ませていただきました。コロラドは遠いですが、あなたが元気しているようで安心しました。残念ながらアレックスは施設に入ってから連絡が途絶えてしまい、今はどこにいるか私たちに分かりません。施設を担当する部署の連絡先を送ります。そこで、そちらで何か分かるかもしれません。連絡先は第3水曜日だけつながるって書いてある。あ、まだ続いてる。福祉局児童福祉事務所に当たってみる。アレックスと再会できるよう祈ってます。それではお元気で。モラレス家一同より。これは2018年ポートランド、電話帳にない、チェンアイン、チェンアリサ、チェンアレックス、違う男だった。チェンアレックス、留守番電話、再確認しないと。通じたけど違った。チェンアレックス、古い番号、今アダムという男が使用。あ、そういうことね。同じ名前の人にかけてみたんだ。兄貴めっちゃ頑張ってたじゃん。この子がね、その福祉施設に、まあ、グループホームに入所してたっていうのは、おそらくはこのなんか特殊能力やら、それにまつわる多分イベントっていうか事件とかね、それ関連なんだろうっていう察しは大体つくんだけど、まあ、詳細もっと知りたいよね、過去の部分。オーラアイコンが表示されてるアイテムに近づき、オーラアイコン？これか？ライリーのメモ？まさかこっからも感情見れんの？これやばいやつじゃない？見てみよう。おかしいと思わないのか？あいつ、お前を狙ってるんだ。受験の相談に乗ってくれてるだけよ。親切にしてくれるからって絶対に下心があるとは限らないでしょ。高校中退で少年院上がりの野郎が親切心から受験の手伝いだって、信じらんねえな。そんなこと言わないでよ。ゲイブは友達だから手伝ってくれてるの。あ、わかった、つながった。そうか。ライリーってあの花屋の女の人だな。が、マックの彼女なんだ。で、確かに、さっきね、あのライリーと兄ちゃんは仲良かったよね。だから、マックが嫉妬して、襲撃してきたと。
そういうことね。アヒルちゃんダービー準優勝者の妹なんてなかなか光栄だね。アヒルちゃんダービーって可愛いな。2016年ヘイブンスプリングスサイクリングツアー、2017年ヘイブンスプリングスアヒルちゃんダービー準優勝。アヒルちゃんダービーか、6歳もぜひ参加させてほしい。オブジェ、このオブジェもしかしてシャーロットの作品かな。確か兄さんがアーティストだって言ってたし。シャーロット、ほう。でもまさかこんなすごいなんて。パッカー胸開いて心臓バッコーン見えてるけどね。漫画、私が読んでた頃と絵のタッチが変わってるな。あ、やっぱ兄ちゃん漫画描いてんだ。ソン・オブ・リード、アイドルコミックス出版、第2巻 2.5 ドル、鉛男、中見てみたいですけどね。ここにも本ある。見る。嘘でしょ、兄さんがこんな難しそうな本を。わかんねえ。何？愛を込めた抱擁、子供を一個人として育てるということ。アナベル・レイトマン・ンガワン博士。4章にとても大事なことが書いてあるわ。ワインを飲みながら話しましょう。愛してる、シャーロット。シャーロットが彼女なんだよね。その辺の人間関係がよくわからん。ライアン、ステフ。ステフは、さっきのラジオ DJ やってた女の人、イカって出てた人、ライオンじゃない。ライアンがレコード屋の店主で、兄ちゃんのマブ。ブリジット・チェルシーはわからん。兄さん、ジーン、アイザック、リン先生、この辺もわからん。どっかで、今、イーサンさっきやった子供だよね。ステフ・キングリッチ、ステフ DJ だね。シャーロット・ハーモン。シャーロット・ハーモンが彼女か。かな？わかんない。ちょっとさっきのイーサンじゃねえや。兄ちゃんのやつ見てみよう。兄ちゃんのやつ見て、写真見ればわかるよね。ライリー・レーテ。確認済み、アレックスはすごくいい子。この子は花屋の人だな。ジェドもあったしね。人間関係整理しないと6歳すぐテンパるからな。どこだっけ？これかな？違うな。ジェイソン・パイク。わかんねえな。どれだっけ？写真。写真のやつ忘れたわ。どのスレだったか忘れたわ。いい、しゃあない、しゃあない。手帳は増えてないね。テッサ怒りとイザベル苦悩。まだよく分かってない部分が多いからね、6歳ね。写真。ライアンに会って、兄さんも生まれ変わったみたいだね。あ、ライアンね。私だってきっと。これさ。ライアンに会って、兄さんも生まれ変わったみたいだね。写真の右と左に赤い線入ってんじゃん。赤い線入ってるやつやばいやつだよね、確かね。そういうゲームじゃないか。レコード屋にラジオブースがあるのってなんていうか完璧って感じ。あ、わかるそれ。KRCT ヘイブンスプリングスで一番のインディーロック放送局。じゃあさっきリクエストしたやっぱユニコーンはちょっと違ったかな。ユニコーンサンドイッチ、本当に幸せそう。あ、やっぱそうだね。褐色の女性が彼女だね。だから彼女いるんだからさ、確かにダイリーとは仲いいかもしんないけど、マックの勘違いだよ。まあ、思いっきりぶん殴っちゃったけど。漫画とアートの本が並んでる。イーサンとシャーロットのために読んでるのかな。イーサンは何、父さん母さん別にいるよね。うわ、この鹿って、まさか本物。上にいるの上司でしょ、オーナーでしょ。ゲームソフト何やってんの？兄さんのだな。ファイナルファンタジー。兄さんは何回くらい付き合わされたんだろう。ダイナソーレーサー、あ、じゃあダイノレーサーか。ディノレーサーだからダイノレーサー2。ダイノレーサーだ。ダイノレーサー2。コリトサウルスカップ全年齢対象。はあ、いいですね。アイテム使って相手を妨害するようなレースゲームですかね。楽しいよね、みんなでやると。剣が置いてあるぞ。なんで？レプリカか。剣が？うん、思った。あ、チャリだ。チャリで来た。
昔から自転車好きだったよな。ほうほうほう、ちょ、見れるものが多すぎて困っちゃうね。あ、ここにも写真ある。ちょ、物語にかかりそうなやつは確認しておきたいんだよな。着替える。なんかフリー。あ、着替えた着替えた。お、ちょっと気分変えてみっか。あ、このクマちゃんのやつかわいいな。機嫌悪そうなクマちゃん。じゃあこれでいくわ。あ、着替えた。いいね、こういうのいいね。兄さんもこの写真を。この頃は平和だったな。母さんもまだ生きてて、家の心配事もあんまなかったし。あ、左が父、真ん中が母、三つ編みが多分アレックスで、その横にいるおかっぱが兄ちゃんだな、きっと。アジア系なのかな？それっぽい感じするよね。ちょっと混じってる感じ。2世とかかな。とりあえずライリーのメモは重要そうなやつは見たしょ。引き出しって開けたっけ。兄さん、こんなに私を探してたんだ。見た見た見た。兄ちゃんが頑張って探してた記録。あとは？あと触れそうなものは特にないかな。いや、すごい家だなここ。こんなのくれる兄貴欲しいわ。じゃ、なんかここに怖いのあるけどね。パンクスなんちゃら。一瞬オカルト系の何かかなと思った。こっちの写真見れない？この右の見れないか。一通り見たかな。いや、ちょっとこれ、収録でやってるからさ、どっかこっかいらない部分はカットしてと思ったけど、カットするとこねえや。壁の亀裂？壁を蹴ったのが一目瞭然だよ。これってさ、感情のやつだよ。ほら。ジョン・チェンさんは半年ほどでサン・ミゲルから転居されたようです。できれば転居先は分かりませんか？すみませんが、私たちでは分かりかねます。サン・ミゲル軍所機関事務所にお問い合わせいただき、ありがとうございました。おい、待ってくれ。ちょっと、くそ。それでできた亀裂ね。ジョン・ミゲル？誰を探しちゃうんだ。メヒコって書いてあるね。Greetings from Mexico って書いてあるね。いい出会いがあったんだね。兄さんは幸せ者だ。読んでみよう。メキシコからこんにちは。こっちは、ゲイブ・チェン様、アメリカ合衆国コロラド州ヘイブンスプリングス81623メインストリート11番2階、ゲイブへ、昨日手紙が届きました。私は元気でやってます。気分転換したいときはいつでも遊びに来てください。美味しい食べ物とお酒を用意して待っています。君が元気に暮らしているという話は何度聞いても嬉しいものです。私は今でも時々、強制施設で初めて君に会った時のことを思い出します。君は私を罵ってうせろと3回も言ったけれど、それでも君ほど私の言葉を熱心に聞いてくれた子は他にいませんでした。あの時私は君がそれまでにしてきたことを帳消しにして、あまりあるほどの立派な人間になれることを確信しました。君は私が指導した少年たちの中で一番だった。それは忘れないでください。アレックスのことで進展があれば知らせてください。君たちが再会できることを願ってます。では元気で、レン。恩師かな。だから兄ちゃんもさっき少年院やろうって言われてたから少年院にいたんでしょうね。そしてアレックスも、児童養護施設にいた。ということはお父さんとお母さんは何かあっていないんだな、今。みんな仲良さそう。これはコロラド州ヘイブンスプリングス150周年記念祭、あ、イベントのチラシですね。ボードゲーム。昔はよく兄さんとこれやったな。ボロ負けばっかだったけど。なんちゅうボードゲーム。六歳ボードゲーム好きだからちょっとよく見して。まあいいや、見れないこれ以上。これ気になるんだよな。これミニホーンとかな、マインホーンとか、呪われた鉱山。遊ぶってあるけど、ちょっと待って。遊ぶってあるけど。え、何プレイできんの？ベストプレイヤーズファースト、6140点。待って、マジで遊べる。操作方法、上下右左右。え、待って、上下が左スティックで左右が十字キー。ジャンプ丸、遊び方、登る降りる避けるパワーアップ全て集める。追加ポイント獲得方法、より早くステージをクリアしよう。よっしゃ、やったろうじゃないの。操作方法、あ、見た。開始。え、何これ。
れ待って、似たようなゲーム知ってっかも。全部十字キーでいけんじゃん。あれ似たようなゲーム知ってっかも。これちょ6140は軽くクリアしてやろうぜ。騙された。うっそ、何そういうムーブできるなら言ってよ。ういどうだ、ジャンプ、よしった。これ何、これ何、あ倒せんだ、テルトゥーっつった。よっしゃ、コイン全部取ったらクリアね。待って、結構作り込まれたミニゲームじゃないこれ。あれお化け、いいヒン、いいヒンって何お化けいない来た来た。ちょ待って、これ多分さ、ハイスコア目指すんだったら積極的にお化けを倒す感じで行った方がいいんでしょうね。待った、これね、ジャンプしながらはしご登ったりとか無理っぽい。登るか飛ぶか。おいおいおい、おら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 、ういしういし、イエーパーフェクトクリア。どんどん難しくなってきてるぞこれ。ジャンプしながらこのロープに登るってか、あロープは登ることはできないんだ。一方通行だ、降りる。よし、オッケー。ちょっと待って。よっしゃ。ここ。あー、やった届かなかった、飛距離。リベンジだ。そや、よし、オッケー。二度はないぞ。してトロッコに引かれるっていうね。ちょっと待って、もう別ゲーになってる、別ゲー実況になってるこれ。ういういおら、無敵モード、無敵ではないのか。よし、危ねえ、死ぬかと思った。ちょっとした高低差で死んじゃう似たようなゲーム知ってるからね。さあこれステージ4、ちょっと待って、本編はよっていう感じだけど、ごめん、これ楽しいわ。これ楽しい、これレトロゲー好きだからね。これ待ったやばいこれラスト。もたもたしてるとあっから霊が出るから、こうして、あっぷね、あっぷね、いけるいける、よし。これ何往復かしなきゃいけねえな。あ、いける、待って、あっぶね。あ、ちょ待って、はしご登りきりがわからん、微妙に。ゲームオーバー、16780点でした。全然ランキング乗ってねえじゃん序盤も序盤で死んでる。戻ろう、メイン遊ぼう。これ登れないんだね、階段は。じゃあバッグ見ますか、開ける。荷物をうんちゃらこんちゃらってあったもんね。シュシュを取り出す。シュシュ、綺麗な部屋にいると浮いて見えるな。シュシュってぬいぐるみか、髪のあのあれかと思った。いつも一緒にいてくれた証、ここでもよろしくね。漫画を取り出す。あ、これさっきの E さんが書いたやつ。あの子才能あるよな、さすが芸術家の息子。芸術家の息子なんだ。あ、でも結構絵細いよね、しっかり描かれてる。最初のページは、セイノア、デーモンハイムにあるモンスターどもの要塞へ続く地下道だ、崩れてしまっているのか。次のページ、こんな感じのタッチで、セイノア、他の道を探さなければ、町の衛兵の制服だな、死んでからだいぶ経つようだ。血の跡？あれ、
衛兵が倒されてるんですよ、あのなんか座ってるピッコロみたいなやつで。次、血の跡を追ったセイノは扉を開けようとするが、結婚はここで途切れているようだ。そうでないなら裏は空洞か。やはりな、奴はこの中を通ったに違いない。なんだこれ、天空の大蛇の死骸だ。天井を突き破って落ちてきたのか。つまりもっと上へ登れば隠された入り口を見つけるかもしれないな、という4ページ目。5ページ目、この大蛇が俺を乗せて飛んでくれればよかったが、まだ役に立ってくれそうだ。どういうこと？大蛇ってあれ、あの骨みたいなやつ？あ、大蛇の骨を使って上に登ったと。で、最後のページ。めっちゃ続いてんじゃん、大蛇の骨。山頂の向こうのあの光は、要塞の裏口に違いない。続く、みたいな感じで。結構才能あるじゃん、イーさん。ねえ。なかなかに才能あるじゃん。あとは、手紙を取り出す。ああ、一回机を置いてから見る。シドニーから返事はないけど、元気にしてるかな。シドニーってない、いい人だったな。地名？人の名前？迷惑かけちゃったけど、薬で治ればよかったのに。あ、それぞれか。施設ではあの子と一緒に入れてよかった。はい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 、さっき、あの、インスタじゃねえや、フェイスブックみたいなやつに出てた名前の人だな。アレックス元気にしてる？まだ施設にいる？実はアカウント消してしばらく隠れることにしたから一応知らせておこうと思って、住むとこ探すために会ってた男がいるんだけど、そいつが嫌がらせしてき始めたから逃げることにしたんだ。それとバーンサイドからも離れる。スタッフがレイシストで私が密売やってるなんて嘘をついてるから、最低な状況だけどうまく切り抜けてみせるよ。落ち着いたらまた連絡するね。とりあえずアレックスは元気にやってるといいな。ローレンはまだいる？あんたがあいつをやっつけたのはいい思い出だよ。会えなくて寂しいけど、またいつかね。シドニーより。施設のお友達かな。アレックスへ。この手紙が封を切られる前に捨てられても仕方ないと思いながらペンを取りました。もしあなたがこれを読んでくれているなら謝らせてもらえることに感謝するわ。私には里親になる覚悟が足りてなかった。心の準備ができていないままあなたを引き取った結果、叱ったり口論になったりして思っていた以上のストレスに耐えることができなくなってしまって、当時の私には荷が重すぎたのね。もう、もっと慎重になるべきだと思ってる。辛い思いをさせてしまってごめんなさい。どうか幸せになってね、オーガスト。元里親ですね。元里親。ダメだったんですね。処方医師、アビゲイル・リーン。患者名、アレックス・チェーン。アルプラゾラム、ER6 ミリグラム。はぁ。薬飲んでたんでね。ちゃんと、まあ、ちゃんと、なんちゅうの、医者にかかってたんですね、おそらく。何でかは知らんけど。巻き爪かな。アレックスへ、誕生日おめでとう。超絶最高の日になってるといいな。今日一日嫌なことは何一つ起きないよう祈ってるよ。マジな話すると、出会ってからずっといろいろ面倒見てくれてありがとうね。アレックスがそばにいてくれると安心できて幸せで愛されてる感じすらした。うちらみたいな人間は結構レアなことだよね。とにかくありがとう。アレックスがアレックスでいてくれて、そして私の友達でいてくれてありがとう。ハーレーをぶっ飛ばしてくれてありがとう。お願いしなくても服を貸してくれてありがとう。こんなこと言うのはちょっと恥ずかしいけど、ここに来てよかった唯一のことはアレックスに会えたことだよ、チェルシー。あ、この子こそ本当施設のお友達ですね。まあ大事なお手紙を取っておくのと一緒に処方箋も取ってるみたいな感じだね。だんだん見えてきたね。写真を取り出す。あー、やっぱりお父さんお母さんのとこ破ってる。私たち大人になったな。そうだね。これあの三つ編みがアレックスのちっちゃい頃で、横のおかっぱがあの兄ちゃんと。お父さんとお母さんどうなったんでしょうね。なんか死んでなさそうですね。なんかさっき死んだっぽいって言ってたけど。その辺も多分ストーリー追っていけば見れることもあるんでしょうね。まだ手紙あるわ。ん？手紙？手鏡？あ、手帳？はあ、手帳にさっきのこと書いた方がいいかな。あ、マックぶん殴ったけん？マックマウントフルボッコ。
なんだこれ。マックはライリーのスマホを見たって言ってたな。マジ最低。あー、はいはい、花屋の娘のね。コロラド工科大学、レーテ様、コロラド工科大学の2019年度夏季プログラミング飛躍コースへのお申し込みを審査した結果、面接へと選出されましたことを謹んでお知らせします。数日中に選考担当者より面接の日程をご連絡差し上げます。おめでとうございます。ご健闘をお祈りします。ゲイブ、面接だってゲイブ、面接だってなんか信じられない。一生のお願いだから準備手伝って、ライリー。はいはいはい。まあ、これを見たのね、マックは。さ、手帳何も書かれてない。あ、マックが追加された。マック怒り。扉のノックが全ての始まりだった、思えば兄さんがドアを開ける前から不穏なものを感じた気がする。ドアの隙間からゆっくりと這い寄ってきた。赤くて生々しい何かが扉を開いてマックが入ってきた。そして自分を抑えられなくなる前に必ず、感じるあの胸騒ぎが始まった。どんなに抗っても抑えることのできないあの感情は全身の血を沸騰させていく。私の体が誰かを痛めつけたいと叫んでいる。こうなってしまうと私自身ですら私を止めることはできない。誰かを傷つけるまで決して止まらない。マックの怒りは目がくらみそうになるほど熱く、わずかに恐怖も混じっていた。この怒りの根底にはライリーへの思いがあるからだ。彼女が自分以外の誰かと一緒にいることに耐えられなかったんだろう。怒りが、体の奥底から燃え上がっていた。熱線で体を縛り付けられたかのようなあの感覚、それと気力と体力がごっそり奪っていく。終わった時は心底ほっとする。耳鳴りが病んで、怒りで高鳴ってる心臓の鼓動がだんだんと落ち着いていく。本当にほっとする。殴ってしまった兄さんには悪いけど、こんな時は何と言って謝ればいいのだろう。 AM、 あ、 AM というのはあれかA マイナーみたいなやつか。ギターコードですね。私たちを縛る糸は、綾をなして燃える。私のことを傷つける体の内側から。あ、同時にその時の感情も曲にしてるんですね。ちょ待って、したらさ、イザベルクのテッサ怒り、テッサって誰だ。でもこれやっぱりこの文言読むに、これは多分施設のことだよな。古い話だと思うんだよな。飛んでる気がすんだよな。まあいいや。あとは荷物。ああ、続きはまた今度にしよう。あ、そうそう、足でやったな今。ん、なんかある。お、ギターケース出てきた。中に銃とか入ってたりしない。ん、メモ入ってるぞ。アレックスって書いてる。兄さんたら、サプライズ。読もう。アレックスへ、お前のハイビキテクを拝むのが待ちきれないぜ。これからまたよろしくな、ゲイブ。ああ、もうアレックスがここをね覗くだろうっていうのを読んでたんですね。さすが兄弟。お、弾いてくれる？聞かせてくれる？ああ、チューニングからしっかりね。さて、さっきは兄さんの前で初対面の人をボコっちゃったけど、今の気分にぴったりな曲は何だろう。なんだ、ずんどこぶし。When you were here before, couldn't look you in the eye. You dress like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world.I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep.
I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. Whatever makes you happy, whatever you want, you're so very special. God, I wish I was special, but I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. もう、ちょっと黙っちゃったけどさ。ギターまで用意してくれるなんて。黙っちゃったけど今ちょっと確信したわ。6歳このゲーム実況を進めていく中で、ほんと一つその前に話さなきゃいけない。もう最近涙腺がね、弱ってきてね。多分このゲーム実況してると、絶対泣く。どっかで。確信したわ。兄さんがこの機会をくれたんだ。鳥肌えぐ。絶対台無しにしちゃダメ。雰囲気やば。ごめん、もうちょっと今見れてない。下に降りて兄さんと話さなきゃ。ああ、ここから進めんのね。ほう、なんか胸がギュッてなった今。やばいわこれ。もうちょっとさっき断言した通り、絶対この実況どっかで泣くと思う。6歳、いやていうかむしろ今なんか知らんけど、ちょっとなんか出そうだもん。まあ、進めるけどね。これ6歳、もしライブでやれって言われたらちょっときついものがあるな、逆に。いろんな意味で。いやー、いいゲームだわ。はい、といった形で、エピソード1、2回目の動画になったんですけども、ほんとね、編集中の今でも最後のシーンはね、ギュッとくるもんがありますね。で、あとはね、まあ、やっぱその2回目編集しててすごい思ったのは、この時点でやっぱり人物像とかもごちゃごちゃで、彼女の件とかね、あと、まあ、お母さんの件とかね、いろんなところで、まあ、なんかこう、誤解しながら、まあ、プレイしてるんですけど、まあ、その辺はね、ほんと初見プレイの生々しさをお伝えしたいんで、そのまま、使ってるんですけどね、まあ、回を重ねるごとにこの辺ね、もうちょっと理解力を深めて、落ち着いて話を聞いて、落ち着いて分析してね、プレイできたらなって反省しながら、この動画を編集してるわけなんですけども。ということでね、エピソード1、2回目いかがだったでしょうか。次回3回目、おそらくクライマックスへ繋がっていくと思います。はい、まあ、そんな感じで、1回目、2回目と見ていただきありがとうございます。ぜひ、次回も見ていただければと思います。では、2回目はここで締めたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。いつしか6歳でした。Bye!